皆さんこんにちは。アニメスプリーガンでオミナイ優役を担当させていただいております小林千秋です。そしてはい、ジャンジャックモンド役の浅上洋平です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやいやいや、メイキングムービー、うん、まあ、制作の裏側ってことなんですけど、はいはい、いやすごくない？すごいですよね。そう、俺らも控室入って、はい、まさかこんなことになってると思わなくて。いや本当にこれ後で剥がすんですよね。だってね。あ、そうですね。これの配信終わったら剥がす。終わったら、もったいないよね。はい、ね、なんかこんな一室をスプリガン部屋にしてもらって、うん、入場料100円ぐらい取ってここ、ここまで人を入れた方が、このビルの この部屋まで来るの大変なんですよ。そっか。意外と大変。いやいやいや、でも本当久しぶりになるのかな。でも言うてそんなもない、ね、そうですね。あのアニメジャパンでね、はいはい、あのまあ。みんなで4人で登壇させていただいて、うん、はい、スプリガンのアニメジャパンのその時にお話もさせていただいたんですけど、でもそれ以来ですもんね、うん、そう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 、うん、ここまでなんかキャストでね、うん、話させていただく回とか作っていただくぐらいだから、いや嬉しい。スプリガンっていう作品がね、うん、まあ、注目されてるし、みんなにも見ていただきたい作品なんだなっていうのをね、うん、思うと、まあ、はい、ね、ちょっと気合が入るというか、そうですね、いろいろ話していけたらなと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかもう本当30年前の作品とは思えないぐらい、なんというか、な、新しいって言ったらいいんですかね、うん、これまで僕のカルチャーにあんまりなかったような部分に触れてくる、うんうん、作風というか、うん、やっぱこの主人公もここまで、なんだろう、直情的でまっすぐで、なんかちょっとベランメみたいな感じの主人公って、あんまりこの令和の作品の主人公ってあんまりいないタイプというか、確かにこういう熱血な、うん、ザ主人公っていうようなね、はいはい、キャラクターって、うん、そういう部分でも、うわ、オミナエユめっちゃ魅力的な主人公って思って、やっぱこのアクションっていうのが漫画ですら読んでても、いや本当にすごくこうなんかまさに動いてるような感じで、はいはい、あの繰り広げられてるっていうその躍動感みたいなのは、うん、はいはい、もう漫画の絵から伝わってくるものがあったんで、うん、なんか書き込み量とかもめっちゃ細かいですし、ね、表情といいね、そう、そうそうそう、だからこれがそっか30年前の作品かっていう、オミナエユは、まあ、魅力って言えば、まあ、やっぱりこのスプリガン、うん、この特殊工作員の中でも S 級と言われてて、うん、まあ、本当世界広しといえども、多分戦闘能力で言えば、うん、本当指折り、うんうん、まあ、優と戦い合える相手なんて本当にいないんじゃないかなっていうぐらいなんですけど、うん、そのやっぱ精神的な部分では逆にちょっとまだ未完成な部分もあって、高校生だもんね。そうなんですよ。ただその未完成さがなんかすごい魅力的だなというか、パッと見ね、もう口調もそうですけど、すごいまっすぐな熱血に見えるんですけど、すごいクレバーで、そう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 、でなんかダークヒーロー的というか、殺人も別に厭わないっちゃ厭わないんですよね。重すぎ、重く考えすぎないっていうところはやっぱエージェントとしてのね、そうそうそう、ところもプロとしての一面ももちろん持ってて、その境っていうのがね、本当上手だなって、魅力的に描かれてるなって思いますね。はい、だ逆にジャンはもう本当にもう守るためであれば、うん、どんな、ね、相手でも、うん、もう 何の感情も湧かずに殺せるっていうような、はいはい、そうですね、そういう冷徹さみたいなところもあるんだけど、うん、古のツンデレというか古というか、それアフレコの時に言われたんでしたっけ、うん、いや、それは俺が勝手に思った浅上さんの演技プランで、そうそうそう、だって言っちゃうんだよ、心の中で思ってるならまだしも、はい、俺はお前のそういうとこ好きだけどなってボソって言って、なんだお前なんか言ったかみたいな、優が言って、やんでもねえよみたいなあれ完成したやつ見るとね、ちょっと頬をプップップってそう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 、あからめてて、おいジャン可愛いじゃんっていう、そうじゃん、ジャン可愛いじゃんなのよ、そうなんですよ、そう、でそういうところもありつつ、まあ、優しいところもあったりとか、はい、うん、なんかそういうギャップみたいなところは結構持ち合わせてて、はいはい、そういうところは、うん、演じてて楽しかったし、うん、ジャンの魅力なんじゃないかなとは思いますよね。これまでお会いしたことなくて、で、うん、浅上さんも僕のその見たお芝居とか見たことない状態で、うん、実際にアフレコ現場でこう、ね、初めて掛け合うっていうのは結構 ね熱いというか、そうそうそう、もう言いたくてしょうがった、おいお見ないってずっとね俺がいなきゃっていうのをね千秋くんにバーンとぶつけたかったっていうのは、いや、ぶつけられましたし、
言うなんですけど537のあたりからちょっと怒りを、もうちょっと表現してもらってちょっと煽る感じですかね。こんな世界でもな、俺には大事な場所や友達や仲間がたくさんいるんだよ。俺たち人間の未来は俺たち人間が決めんだよ。よう、ミノエ、相変わらず腕は二流だな。俺がいなきゃ10回は死んでるところだぜ。俺の名はジャックモンド、スプリガンのジャン・ジャックモンドだ。よう、ジャン、気は済んだか。バカ野郎、てめえのせいでまたやっちまったじゃねえか。俺は嫌なんだ、こんなスマートじゃないやり方は。ありがとな、ジャン。てめえは俺がいねえと100回は死んでるところだぜ。じゃあなんだよ。お前の言う通り、やっぱり俺はアマちゃんだよ。あのガキの最後の顔が今もちらついてら。ああ、確かにクソアマのアマちゃんだ。ま、俺はてめえのそんなところが気に入ってるがな。ああ、なんだって。うるせえな、黙って捕まってろ。てめえは俺がいねえと100回は死んでるところだぜ。じゃあなんだよ。お前の言う通り、やっぱり俺はアマちゃんだよ。あのガキの最後の顔が今もちらついてら。ああ、確かにクソアマのアマちゃんだ。ま、俺はてめえのそんなところが気に入ってるがな。ああ、なんだって。うっせえな、黙って捕まってろ。我々声優として、はい、そのスプリガンになったらっていう風にそうですね、今のこの状態で急にお前はマッスルスーツ、お前はスプリガンだって、はい、来てってことですよね、うん、そうそう、だからスプリガン抑えが1ヶ月ぐらいあって事務所のスケジュールにここスプリガンって収録じゃないのよちょっとアーカムとしてアーカムとしてのマジのでしょ任務でしょ、命がけの任務だよ、任務だよ。でもまあ僕ね、やっぱ結構旅行とか好きだったので、うん、まあなんですかね、このスプリガンとしてのこの権力を使って、うん、なんだろうな、一般の人が入れないところとか入ってみたいですね。あー、マチュピチュとか今入れないんだっけ。あ、そうなんですか。うん、確かそうだったような気がするんだよね。じゃあちょっとマチュピチュに俺スプリガンだから俺スプリガンだから任務で来たんだよっていうのを言って職権になりました山本さんにね、うん、怒られるかもしれないですけど、ちょっと職権乱用させていただいて、まあそれぐらいは許してほしいよね、はい、守ってんだからね。守ってんだから。ただやっぱりちょっとね、マクドガル大佐とかね、おぼろみたいなちょっとめちゃくちゃ強い人と戦って生き残る自信はないのでそうだよね。そこちょっとあざみさんにお任せなんで俺なの俺獣人化できないよアニメあんまり見たことない人にこそ見たことないかもしれないですね。うん、それでも全然なんかこう見て楽しめるっていうのはあるよね。まあアクション映画とかファンタジー、うん、SF 映画とか、まあ、好きな人には多分ドンピシャで、まあ、作画もすごいので、うん、ハマるんじゃないかなと思うので。なるほど、ね、それで言うと俺もね、スパイ映画とかアクション映画とか、はいはい、うん、そういうのを見るよく見るよっていう人、逆にアニメ見ないよって人はもう絶対楽しめると思うんですよ、はいはいはい、本当に、うんうん、アニメーションの今のこの戦闘のこの描写っていうのは、うん、アニメならではなものでもあるじゃない。そうですね、うん、ジャンとね、うん、リトルボーイの戦闘シーンとかもね、うん、やっぱ絶対にもうこの映画では描かれないこのやっぱスピード感というか、うん、そう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 、うん、がこうファンタジーに見せないようにリアルに作られてるというか、うん、なんというか、うん、そういう人にもぜひ見てほしい作品ではあると思いますね。うん、本当面白いんでね、うんうんうん、たくさんの方に見ていただきたいですね。ぜひぜひ、はい、うん、ノアの箱舟はやっぱりジャンが一番最初出てくる話ではあるから、はい、うん、結構ファンの方も楽しみにしてくださってるところがあって、はい、ライカンスロープになる時とかのやつもね、割と現代に合わせてちょっとリブートされてる、ね、うんうん、デザインみたいなのもあるんで、はいはい、それは結構原作のファンもね、見てびっくりするところではあるんじゃないかなって思うから、うんうんうん、そういうところは
ちょっと僕も自身も楽しみにしてたんで、はい、めちゃめちゃ迷いますけど、うん、バーサーカーのショー、そうか、まあ、やっぱりねこの U のこの結構根幹に関わる部分が、うんうん、まあ、もちろんボーマン教官との話もすごく関わりますけど、バーサーカーの部分ではこの U がこの俺に人殺しをさせてえのかっていう言葉が、なんか言っててすごい切ないんですよね。確かにな、この U のこれまでのバックボーンとかをこう考えると、 U を演じることに対して改めてこう考えさせられたショーなのもありますし、ね、まあ、あとはやっぱマリアのが好きっていうのもマリア好きだあ、そうですか、あれはやっぱりいいですね。なるほど、早見沙織さんがやられてるんですけど、いや素晴らしいね、ぴったりだよね、もうぴったりで、もうあれそこもやっぱ一緒に掛け合わせていただいたんですけど、うんうん、もうなんか心地よい時間でしたねやっぱこうとにかくパワーでこの勢いでもう脳に直接届け、心に直接届けっていう、なんかそういう時代のなんか勢いがあった、その時代 その炎みたいなものをなんか受け継いでる作品だと思ってるんで、スプリガンこれから見るって人も、ずっと好きでいてくれた方も、ますます盛り上がるように皆さんで、僕らも一緒に盛り上げたいと思いますので、どうぞ、楽しみに待っていていただければと思います、そしてジャンはやっぱりかっこいいですそういうところも見ていただければと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。まあ、本当にねこの30年前の作品を改めて、まあ、演じさせていただけるっていうことで、まあ、僕自身もすごく気が引き締まる思いで、まあ、身を粉にしてって言ったらあれですけど、本当に叫びまくって、もう喉を厭わずに全力で尾身内夫演じさせていただきました。まあ、なので、まあ、原作のファンの方にも認めていただけるって言ったらおかしいですけど、小林が演じる尾身内良かったよと思っていただけるような尾身内になっていたら嬉しいなと思いますし、現代アニメのねアクション作品の結晶のような感じになっているんじゃないかなと思うので、ぜひお楽しみください。そして周りのまだスプリガン知らないよとか、あんまりアニメ興味ないよって方にもぜひおすすめしてみてください。すごく面白い作品ですので、よろしくお願いいたします。やめろバカ、戦意喪失してんじゃねえかバカはてめえの方だバカ、こいつら一体何人味方を殺したと思ってんだ、それとも敵に情けをかけるつもりか、あなつもりは毛頭ねえよ、けど俺たちの仕事は人殺しじゃねえんだ。本当にクソアマのクソだなてめえは。いいか、俺たちスプリガンは遺跡を守りアーカムを守る番人だ。だからこそ誰からも恐れられる最強の存在でいなくちゃならねえ。クソぬるいこと言ってっと後で後悔するぜ。